はい。2024年4月の7日です。まあ、YouTube も大変ですよ。表現の自由とか、今もう切り抜き動画あなたは許可しますかとかこの、この動画はあなたのオリジナルコンテンツですかとか、質問付けでですね。で、これ毎回答えなきゃいけないのが、もう YouTube に動画投稿するの嫌だなぁ、なんていうふうに思ったりする今日この頃です。えー、雑談です。えー、と。 うーどっから話そう ?G ガンダムの話はもしかしたらしないかもしれない。えー、っと、昨日アニメで響けユーフォニアムの劇場公開版を NHK で深夜の1時間2時ぐらいにやってたのかな見ましても、もうちょっと手前だったかな ?11 時ぐらいにやってたのかな <laughs>、えー、見たんですよ。 やっぱあれは絵力があるからさ、京都アニメーションの絵が綺麗だから、あと主人公たちが可愛いからさ、あ可愛いいなぁなんて思ってさ、あ見てたんです。んで、その中で気になったことが1個あって、まあ昨今、おじさんが頭ポンポンしたりとか、握手の時間が長いとかっていうとセクハラだっていう訴えられる世の中でさ、このアニメの中で、 女子高生が、お互いに手を握り合ったりとか、ねえ、ちょっと手出してっ、つって。で、手をギュッと握って、念を送った、とかいうさ、なんというか、微笑ましいシーンがあるんだけどさ、あれ全部見ると、おセクハラだ、とか、この高校生パワハラしてる、とか、その先輩後輩の、その、衝突みたいなの。うわぁ、待ちなさいよ、なんつって、副部長が言ってるとことか、わぁ、わぁ、パラ、 パワハラだわーと思ってた <laughs>。高校生が主人公の若者向けのアニメで当たり前にセクハラとパワハラが横行してんだけど、これは何も言われないんですかねと思って。その、おじさんとかおじいさんがね、握手がちょっと長いっつうとさ、セクハラって言われるのにさ、これは別腹だっつうのおかしいでしょって思いました。 えー、いい話だったし、えー、最後まで見たんだけどあのなんかねそのいろいろ揺れる感じでさそのなんかねお祭りでさその同じクラスメートの人とちょっとね恋仲になりそうな感じでさでなんか町の町の歩道みたいなところでさ 足がつまずいてさ、男の子が受け止めたときにさ、なんかキスしようとする場面があってさ、いやそ,そこじゃないでしょ、じゃあどこだったらいいんだよとかさ、いうやつとかさ、違うじゃん、そこはもう気をつけて帰れようで、キスも、キスをしようとしないでやるのがいいんじゃんと思ったりとかするんだけど、なんかしょうもないと思ったりとかして、全部セクハラだ。 あのそのね。だからセクハラなんだよ <laughs> あの。君たちが怒ってるセクハラというのは普通にそのまあアニメが普通かどうかはまたあれだけど普通に世の中にあることの中で自分がこの相手だったら受け入れてもいいということがこの相手は受け入れられない生理的に受け入れられないっていう人に向けてだけ攻撃してるのが 今昨今言われてたりニュースになったりするセクハラなんだなってお,おじさんには頭ポンポンされたくないんですよ背中をポンって押したりとかするのももうセクハラなわけですよ嫌いな人柄されるとっていうのを綺麗なユーフォニアムのアニメを見て思いました <laughs> あ,あこれは見方を変えればセクハラなんだよなってでもこれはこの登場人物の 中では許されてるしみんなも許すんだろうなってでもセクハラだよなっていうのを、えー、思いましたこういうこと言ってると本当にただただ老害って言われるんだろうけど僕は思ってることは何も間違ってないと思うのあなたたちが忖度して違う考えを全く同じものを見方を変えて騒いでるだけのことなんだよっていうさ あーことを言いたいんだけど、まあ、これは分からないだろうなと思ったりしました。でも見てよかったなと思いましたね。えー、今度、ユーフォニアムの3期も始まりますんで、楽しみだったりいたします。ほんで、今日もテレビ付けで、あーでも今日、ブンブンジャーとかあ、シンカリオンだけ見ました。シンカリオン、あれ、シンカリオンに乗らないで終わったと思って、1話で乗らないんだと思ったりとかしましたけど、 あとは何も覚えてないな。ああ、あの、プリキュアがなんかねあの、いよいよ悪者と戦うのかなとも思ったりしましたけど。そんな中で夜に、えーと、テレビ朝日開局65周記念というので、えー、海外の長期ロケをした番組をやってまして、夜9時から。 ニュージーランドの秘密13個みたいなことをやってて。で、これに合わせてお昼ぐらいにさ、その夜にやる番組には入りきらなかった、その没映像みたいなものを集めて、その流してたのね、今夜こういう番組やりますよっうので流してたやつでさ、それがその僕本編見てるときにすごい気になっちゃったの。何かっつうとさ、 番組の演出上さ、あの5分ぐらいその本編映像を流すでしょ。そうすると、本編映像を流した後になんか地図みたいなのが出てきてね、その地図みたいなので、地域がピカッピカッと光って、ね、その3個目の謎とか4個目の謎ってうところでピコピコッとやるのよ。それが30秒ぐらいかな。5分に1回30秒、そんなのが挟まるんですよ。 この30秒挟まるこの演出き切ったらカットした映像使えんじゃねえのと思ってさ。これは何のための演出意図なんだっていうのがすごく不思議で。テレビ作りというか、ね、ディレクターの仕事なんだけど、その今の人たちが飽きっぽいからとかさ、YouTube は10分以内に動画を、な ちょっと前だと2分,2分以上のえ映像は人間がこう飽きて見なくなるからあの2分に映像を収めろとかさ。だからそんないろいろ言われてたでしょそのの人気の。人気の動画を作りたいんだったら2分以内に収めろとかさ。長い動画は見てもらえないとかさ。TikTok だとか何とかいろいろ短く作るという短い編集の 多分それを参考にしてその 5, 分5分テレビの映像を流したらつ次にこういう映像が見れるかもしれないっていうその予告をしてそれで CM またいで、えー、次に見てもらう工夫というのをしてんだけど、うん、こう黙って見てる分にはさ何でこんなぶつ切りの映像と、うん、あ,あとすごいタイムラプスみたいなのをすごい 多用ししてて作ってたらしいんですけど。12年間ニュージーランドの氷河を撮影している博士から映像を貸してもらってさそれでその地球温暖化がすごい進んでるから氷河が半分ぐらいもう氷河じゃなくなって溶けちゃってんだっつって2100年には全部なくなっちゃうんだみたいな話とかね面白そうな話をしてるんだけど。 それが、みんな、ぶ、つ切りで切って、さらに、その、ぶつ切りとぶつ切りの間に、いらないインターバルというか、その、次も見てねっていうやつが入ってるのがさ、いや、もうちょっと真面目に編集して、見応えのあるものにすればいいのにっていうさ、その、お昼に見た、ボツになった映像も、これが、その、インターバルの映像がなければ、こっちに入るよなと思ってさ、 厳選してこういうふうに、あの、テレビ番組の2時間特番として作りました、つって。ほんで、ちょうど世界テレビ不思議発見が最終回になったから、その、レギュラー最終回になったからさ、今後は多分1年に1回ぐらい特別番組でやるんだろうけど、うんだから、作りとしては世界不思議発見のテレ朝版みたいには作ってあるんだけど、もったいねえと思ってさ、 だからもっともっとだから僕はこの番組を見て思ったのは NHK の「ダーウィンが来た」とか「地球ドラマチック」とかあの毎週さ毎週とてつもない取材をしてるんだけどそ,のそれをあっさり流す NHK っていうのがいかにすごいかというねあの教,教育番組というか情操番組という作りでさあの毎度新しいその動物の知識とか うんね、そのいろんな知識が手に入る番組を作ってる人たちの偉さよと思ってさ、俺がもう何年に1回ぐらいしかできないので、自分たちはすごい長期取材をして、そこで、こ,、ね、この我々にしか撮れない映像を撮ってきましたって言ってさ、それで膨大なその映像ソースがあるから、それを厳選したのですよ。だからこれはとっ,っておきだから見てくださいよみたいなことを。 やってなお中身見ると、その5分のぶつ切り番組になってるっていうさ、みんなに見てもらいたい工夫の結果そうなったんだろうけど、うわーと思って、最後のペン、で、最後にペンギン出てくるんだけど、あの、最後の最後にペンギンかわいいから出そうっつうのはさ、インプレゾンビが猫の画像を貼ってりゃいいだろう的な感じの安直さんも感じましてね。いやー、見れてよかったんですが、 あのね、知らないことも多数あったので、まあ見れてよかったんだけど、まあ編集の仕方がダセーせえなっていうのをちょっと思いました。もっとかっこよく作れるはずだよな。でもこの人たちは作らないんだよなとか、その裏番組でやってる逃走中により見てもらいたいんだったら、ね、その逃走中って子供の視聴者が多いんでしょあー <laughs> アニメになるぐらい人気なんでしょとは思いながらですね、うん、なんかなーって思ったりしますね。なんかもったいない、もったいないっつがまあ多分、撮った人が苦労しましたよって話がしたいだけなんだろうなっという。まあでもね、しょうがないよね。そのあの、探検隊。なんとかん探検隊とかで嘘の、嘘の取材みたいな。 モキュメンタリーを作るとこだから、まあそういうのもなぁと思ったりとかする。ああ、うん、ちょっと気になりましたね。な、なんだろうなぁっていう。時間を無駄にしてるなぁって思う。同じ映像を CM 前と CM 後でやるのもそうだし、無駄だなぁと思う感じがとてもありました。もったいねっていう。<laughs> でもそれが今の人たちの今の感覚で作るテレビ番組なんだなぁとかう思いますね。まあ僕にはその NHK のいつも楽しみにしている地球ドラマチックとかがあるのでいいんですよ。いいんですけどね。この前見たエジプトのやつも面白かったけどな。ええー、と、あ、それとね、まあその まあ僕、割とそういう番組好きなんだけど、一個だけ見れない番組があって、それがね、TBS で、松本人志と設楽治と、あゆえおの映画つく女優の人がやってるやつ、グレートジャーニーっったかなあれだけ好きじゃないんですよね、え。ー ね、こ,れこれもその世,界で世界中でいろんな取材をしてきて見るやつなんだけどこれはねなんかね他の番組と何が違うのかがちょっとわかんないけどねこれはなんか面白くないし見たくないなっていうふうに思える番組まあでも多分パクリなんだろうなこれなグレートジャーニーってね。うな TBS は何でも何でもパクるから、ね 昔からそういうとね、いや違う違う違う。結局、テレ東とかが見つけてきたアイディアを、もうちょっと予算かけて取ればいいだろう、つって。安直に。あとはディ、ディレクターがこう、前に出てきて取材するというのが、それこそこの、ナス D という人が、あの顔が黒くなって、えー 入れ墨取れなくなったみたいなので、顔真っ黒でテレビに出てたとかっていうところで人気になったあたりでそ、それの多分パクリ的な感じでこういうのが、どこのテレビ局でも生まれてくるっていうそ、それの中でも一番出来が悪いから見ないんだけど、グレートジャーニーだけは見れないですね。これ理屈わかんないですけどあの、始まってからあんま見たことないですね、この番組はね。 えー、という話です。なんか嫌いな話ばっかりして、あれ、ね、申し訳ない。えっ、ー、と、あと、今日、今日、ちょっと、感心する話というと、まあ、子供が死んだり、いろいろね、悲しんだりする人がいる。一人、一人っ子で、えー、一人しか子供を産まないから、あの、リスク分散ができなくて、電車に跳ねられて死んだって言ったら、もうそれで終わりだっていうね、えー、誘拐されたら終わりだっていうような世の中に、えー、ちょっと前に見た、 子供というのは2000万円で買うペットのようなものだとあいう一文があって、割とこれに関心はしたんです。こ子供が成人し,して手離れるまでにかかるお金が2000万ということで、最低でも2000万。お金かければ何ぼでもかけられるっていう、ね、やつでもあるんだけど、なるほどなと思ってね。そうか、今の人たちはペット感覚でも、でもペット感覚であればな、 うん、死んだらもう一回こ、子供をねあの、買い直すってことも、込みでペット、じゃないとペット感覚ではないよなと思うんですが、とにかく、今の生活が忙しすぎて、うん、そして辛すぎて、子供を育てる余裕もない社会なわけですよ。す、う、べ、ん、ての人が結婚して、すべての人が子供を産むわけではないので、うん ね、その、少子化は止まることがないわけですよ。ね、2000万円で買う。2000, 2000万もかけられないわけですよ。だから、一人で収める。自分たちの人生もこう、行きたいから。大人の人は大人の人で自分の人生というところにこう、思う、重きを置いてるからさ。あのこ子供は、子供のリスクと、子供に使う、 タイムロスみたいなものは最小限に抑えたいっ言うと、やっぱ一人に限られるわけだよね。はい、すいません。だから、すごい利己的な理由でどんどん少子化になってるっていう。で、かつ、その一人しかいない子供は、ものすごいリスクが高い。いつ事故に遭うか、病気になるか、目が見えなくなるかとか。 ね、受験に失敗してその人間のクズになるかとか引きこもりになって出てこなくなって30年ぐらい引きこもったりとかするかもしれないという危険すらは,はらんでるわけねだけど大人は大人の都合でそ,そのリスクを一人の子供にそしてリスクに合わないと思ってる。 自分の子供は100まで生きると思ってる。ー健康に育ってどんなバカになるかもわかんないっていうことを考えずに、そこまで考えちゃうと子供が作れなくなるからね。でも、それもまた幻想だよなと思うんですよ。なんかだけど、それが今、その世の中の仕組みから何からさ、 こういうもんだっていうものとか、あとは、利己主義だったり、自由恋愛主義みたいなものに始まりさ、成田離婚を経由してさ、うんね、結婚は地獄だみたいなところになったりとかすると、子供というのは2000万円で買うペットであるという思想が出て、 そしてその思想に納得してしまうぐらいに社会のシステムが出来上がってるっていうことなんだよなっていうのをあ思ったりいたしました。これに民族学であるとかあ、経済学であるとか入るとまた違ってくるんですけどこ、これがちょっとね、2024年、令和6年にちょっと投げかけられてる気はするなと思う。こう これなんかあ,あと子供に関してもう一個、もうね、これね、先月ぐらいからずっと思ってるというか、1年前ぐらいからも思ってるんだけど、えー、っと、これは今度はテレビっ子で申し訳ない、CM の話なんだけど、子供イコール怪物とか怪獣って表現する CM 僕2つ知ってるんですよ。1個はカロリーメイト うん、なんかね、お父さんと子供がいて、冷蔵庫を開けるとカロリーメイトがあって、みたいなところに、子供を怪獣と称してる。もう一個はチーズの CM で、避けるチーズの CM で、我が家にはあ食いしん坊怪獣がいるっつって、まんまっつって、なんか食べるものないっつとそ、その子供を怪獣に見,見立てて、おやつ欲しい怪獣って言うんですよ。待てよと。 子供は人間じゃないのかって。もう僕は本当に最近その細かいことに気,気,気,が,気,気がついてしまう人間というかねあ、そんなみんなどうでもいいじゃんってね、うん、本当に人間だって思ってないわけじゃないけど、でも人間の子供、我が子のこと、もしくはまあ他人の子供のことをさ、暴れるとか、意志が通じないとか、片付けをしないとかさお、お風呂に入らないとかさ、いうことを含めて、 自分の思った通りに動かない子供のことを怪獣って言って、そしてその怪獣って、怪獣っていうのもわかるわっていうその今の時代がさ、<laughs> 我が子ですよ。自分の子供のこと怪獣って言っちゃうんだっていうさ、怪獣はだから理解できなくて人間にはその意思も通じなくてさ、 あのウルトラマンにやっつけてもらうしかないようなもののことを怪獣というわけでさ、子供を怪獣って言っちゃうっていうのは、ね、僕は良くないと思う。良くないよ。我が子だろ子供って言えって思ってさ。で、そのチーズの CM なんかはさ、自分のその子供が、 怪獣っていうふうに、まあまあまあ、ママ目線で設定してんだけど今度はさ晩酌怪獣っていうのが出てきてさ「ママなんかおつまみない?」っつってさ怪獣のぬいぐるみ着た眼鏡かけた旦那さんが出てくんの「おいおい」と思ってさ「何そのあなたが暮らしてるその一軒家の中にはさ人間はその女性目線のあなた妻であり母であるあなたしか人間じゃないの?」っていうさ それはあまりにもひどくないっていうさそのう、僕は思ってしまうわけ。だって自分以外のものを人間として見てないわけじゃん。怪獣として。それが世間の CM として、チーズとカロリーメイトの CM、まあ、カロリーメイトは嫁さん出てこなくて、だうん、のお父さんが、なんか、に話しかける誰かが怪獣って子供の頃を設定してんだけど、わあ世の中終わってるわーと思ってさ、 自分の子供のことを怪獣って言うんだっていう。だから、井戸端会議とかでもうちのちっちゃい怪獣がね、ょっと、ああ、子供のことねっていう風になるようなあー人間関係が出来上がってんだろうと思って気持ち悪いって人間に育てろよと思ってさ、いい年の子供ら喋れるようになって、ママつってくるようなやつ、子供なんかさ、 でもやっぱスーパーとか行くとね、子供を放置したりとかね、ギャーってうるさくしてても、ほっとく人とかが、人の親をやってるからね、そりゃそうかとも思うんだけど、あーこれね、ずーっと1年ぐらい、ずーっと不満に思ってたことが、えー、2000万円のペットが子供であるっていうことと、怪物であるっていうことがリンクしてるなってうので、はって今出てきまして、えー、1年、1年かけて、えー、話してみました。<laughs> ありがとうございます。 あまあでもあんまね、その人に不満ばっかり言うんだったら自分が理想の子供を育てりゃいいじゃんって話ですからね。あまあそうした方がいいんだろうね。ただね、僕もあんまりいい親にはならないだろうし、まあ難しいよね。モテなくはないと思うんだけど、今お相手もいないしね。 結婚しましょうという予定もないのでね、あれですけど、大変だなと思うよ。本当は旦那さんも嫁さんも頭がある程度よくて、えー、っていうことが必要なんだけど、それはもうなかなか難しい。頭のいい順番から、もうつがいができてるわけですから。もう,もう僕に残されてるのは頭の悪い相手しかいないんだろうから。 そうすると僕の負担がなぁと思ったりとかもするんで、もういいですっていうね。すいません。だから、でもやっぱ僕、子供のこと怪獣って言っちゃうの、あんま好きじゃない。好きじゃない。怪獣って言っても、まあ、その食わせてんだけどね、それ避ける地図をあげてんだけどさ。なんかその じゃあその怪獣の母であるあなたは何者なんですかって話だからさ自分もその癒やしい怪獣ですっていう人だったらああ、しょうがないですねとは思うけど自分だけは人間だと思ってるっていうその自己中心的なお姫様気分というかさあの、まあ、どっかでその子供にも旦那にも絶望して怪獣っていうことにし,しとかないと日常生活が送れなくなってんだろうけど でも、その考え自体もなあと思ってさ、うん、やっぱ納得いかないですね、これね。でも2000万円で買うペットだから、ペットと怪獣は一緒だから、あですね、と思います。じゃあ今日諦めてたガンダムの話をします。えーえー、G ガンが復活するかも、みたいなのをちょっとさっき見たんですけど、トレ,トレンドで見たんですけど、あのー、それはね、 G ガンという略し方は、ガンダムファンはもう別にそれでいいのかなとかさ、ゼータ、ダブルゼータあー。ガンダムウィングはどう略すんでしょうね。水星の魔女とかもどう略すんですかねとか。あれ略されてなかった気するな、とかも思うんですが。えー、正式名称が機動武闘伝 G ガンダムっていうらしいんです。 で、これ略して G ー G ガンって言ってるわけです。で、昨今ちょっと何、何特撮はオタクの間で問題になってる、ええー、と、えー、っと,ああと、戦隊ものっていうな問題ね。あの、これはガンダムには結びつかないんですかっていう。 じガンって略されて怒る人はいないんですかっていうのね。<laughs> まあ、怒る人がいてないから、その戦隊ものとはあの違うんだけど。まあ、だから戦隊ものっていうことに対して怒る人っていうのはさ、うまあ、まあ、前にも言ったけど、そのマナー講座のね、急に生まれてくるマナーに対して、こっちが正しいんだって言い張ってる人と同じだから、あれなんだけど。 あの世の中ってだいたいそんなんだなと思ってあのなんかそのみんなが無視しようって決めたことは無視されるんですよだけどこれがおかしいよねっていうことにか対してなぜかそれがおかしいとか議論に持ち上がったりとかっていうことがまあ対立したりがあるわけですよねフェミ対オタクの昔からの戦いとかもそうだし <laughs> AI 対絵描きみたいなものとか転売ヤーとプロモデラーとかさ まあ、いろいろあるけどさ、まあ、やっぱ一緒だよなと思ったりとか、みんなの認識の中でこれは起ころうっていうね、これは起こるべきだみたいな感じで言ってることも結局くだらんことだよな、なんていうのを、この G ンの文字で思ったりいたしました。あと、なんだろう、別に新しいのができてもできなくてもいいし、トミノが死んだらファーストガンダム、 一番最初の機動戦士ガンダムの話作り直すんだろうっていうのもあ,ーあるのでねあと真田広之が「スター・ウォーズ」に出たいですって言ってみたりとかねあ <laughs> もう,どう山崎監督が山崎隆が「スター・ウォーズ」の新作撮るんじゃねえかみたいまで、ね、今話が言ってて笑うと思ったりとかいたしますまあそんな感じであ まあいろいろあるなと思いますけど、うんまあ、まあ頑張っていきましょうここからあったかくなるといいですねあの僕はもうちょっと春は最近そのあのー、自分が注文した飯の写真撮って SNS にあげる人と今の時期桜並木を写真に撮って SNS に投稿する人がすごく嫌いなので <laughs> あれがとても 通行の邪魔なので、えー、早く春が終わればいいなって思ったりとかしてます。あーというわけで今日の話は以上です。この話はまだ漫画見てないんだけど、竜とカメレオンって漫画がちょっと興味があるので、えー、いつか見たいなというふうに思いました。じゃあ終わります。ありがとうございます。